こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。台本にですね、おい、荒川サイクリングロードの話しますかっていうふうに疑問形で書いてあって何も書いてないんですよ、他。おうおうおう、はい、まあじゃあしますか。しますか。はい、ね、先日ですね、小野くんを誘って荒川サイクリングロードに行ってきまして、はい、はいはい、その時の写真を構成スワに送ったがためにこの台本になってるわけですよ。以上なんですけど。以上ですな。普通にでも行きましたな。はい、まあ楽しかったですね、やっぱりね。いやー、まさかね、うん、ツーリング行くとは、うん、いやまあほら約束してたじゃないですか、ツアー終わったら行きましょうねみたいな言ってた、言ってた、まあ、ただ構成数は9月が死ぬほど忙しい。そうなのよ、話聞いたら週末でイベントが5つ重なってるみたいな、なんかよくわからんスケジュールらしいんで、どんだけ書いてんの、ちょっと無視したんですけれど、うん、まあ小野さんを誘ってですね行きましたね。まあそう、往復で40キロですか。そうですね、20キロ、20キロで40キロちょっとぐらいの工程なんですけどね。あっちまだったわ。争いが何がいいかっていうと、信号があんまないんで、うん、そうね、あとあんま人が歩いてないんで、うん、普通にね20キロ強ぐらいのスピードでザーッと行って帰ってこれるんで、とても気持ちがいいですね、あれはね。面白かったよ、うん、ソフトも食ったしね。あ、ソフトクリームね、ソフトクリームもね、はい、まあ、途中僕が気になったのは、なんすか、ギリギリまで道を教えてくれないんで、はい、だいたい僕がこうなんかこう道間違えた後にこっちだよっていうのが結構何回かあったな。 ありましたっけ、はい、基本的に僕が先頭に引くんですけど、僕だいたい20キロちょっとのスピードでしか進まないんで、うんうん、平均して同じぐらいの速度で進もうと思ってたんで、まあでも小野さんやっぱりほら、まっすぐな道は飛ばしたいじゃないですか、やっぱり、ね、僕スプリンターなんで。そうそうそう、だから先行っていいよ、この先突き当たりは左だからとか右だからって教えといて、で適当なところで待っててくれれば僕必ず追いつくんでみたいなことでバーって先行して行ってもらうんだけど、帰りだよね、帰りは小野さん油断するじゃないですか、はい、知ってる道なんでじゃあって言って先にバーって行くんだけど、うん、小野くんごめんそこ右だわみたいな、違うよみたいな。まあ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 、そうなんですよ、なんこれでもね全然ですよ、こう構成さんと一緒にいた時はもっとやばかったですから。ああ、道がねまだ僕も分かんなかったし、構成さんも分かんないから二人して iPhone 片手にどっちだろうどっちだろうって言いながら、もう完全にさまよってましたからね、田んぼ道をね。それしんどいね、うん、なんかでもいいじゃないですか、ちょっと人生の縮図っぽくて面白かったですよ。 そうですか。うん、最終的にね風呂行ってね一緒に。ああ、そうですね、近くに温泉施設があるので、まあ、行ったんですけど、すげえ激混みで、僕も小野くんも今年分のなんだろうな、しなびたなんかおじいちゃんの曲は見た。もう見なくていいだろうぐらい。そうね、1年分見たね、1年分見たよね。もういいです、もういいです、もうお腹いっぱいですっていうぐらい、もう鑑賞させていただきまして、鑑賞したわけじゃないんで、視界にチラッチラ入ってくんだよな。そうなんだよ、こっちは鑑賞しなくて全然いいんですけど、チラッチラ入ってきちゃうんで、チラッチラチラッチラチラッチラッチラなりながら、そうなんですよ、サイクリングを締めましたけど、まあそれもご愛嬌ってことでね。まあまあ最終的にはっていうか、まあ、ゆくゆくはね、構成さんも含めて3人で行きたいなと思ってるんですけど、超めんどくせえんですよね、行くのが。買ってよ早くワゴン車をさ。ね、トラックを俺に買わせて、荷台に乗っけた上に、おのおのの家まで迎えに来いっていう、もう俺だけがただしんどい、待ってよ、プロジェクト、いすゞのトラック買ってよ、何そのプロジェクト、いすゞじゃなきゃダメなの、日野じゃダメなの、トン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 、日野の2とはダメなのね、そっちでもいいよ、いややだよバカ。買ってよ、買ってよじゃねえよ、キャンピングカーでもいいから買ってよ、お前らがなんとかせえよ、そんなもんは、あなたも輪行してこいボケ。まあ楽しかったですけれどもね、またそのうち行きましょう。はい、はい、ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第599話、会場を抑えました。ん、お来週のじゃね、そうだよ、来週パーリーじゃね、パーリーじゃない、600回記念のパーティー会場抑えましたよ、ゴムゴム。